はようございます。毎日の小さな習慣が理想の自分を作ります。最高の朝をストレッチから始めましょう。寝た姿勢のまま始めます。まずはアームサークルです。寝ている間にガチガチに固まった体を朝一番にほぐして、良い姿勢、良い体を作りましょう。大きく息を吸いながら両手を万歳し、吐きながら円を描くように下ろします。呼吸に合わせて大きく繰り返します。眠っていた体をだんだん起こしていきましょう。肩周りをほぐします。次は両膝を立てて交互に倒す動きです。両膝を立て左右交互に倒します。両肩はつけたまま骨盤から動かし、腰の伸びを感じます。だんだんと体も頭も起きてきました。して膝をパタパタする動きです。両手は骨盤に添え、両足の裏をつけたまま両膝を開いて膝を上下にパタパタと揺すります。骨盤の左右のバランスも整えます。次は首のストレッチです。あぐらの姿勢になりましょう。左手で頭をつかみ、息を吸って吐きながら左に倒します。首の右側面をストレッチします。吐く息で気持ちよく伸ばします。頭をつかみ、息を吸って吐きながら頭を右に倒します。首の左側面の伸びを感じます。ストレッチです。両手を斜め上に伸ばし、肩甲骨を寄せるように手を下ろします。 W の形をイメージしながら繰り返します。肘を肩甲骨側に引いて、肩甲骨から動かすイメージで繰り返しましょう。肩甲骨をギュッギュッと寄せ合いながら繰り返します。胸が開き、良い姿勢をキープしやすくなります。最速のストレッチです。左手で右手を引っ張って、左足を斜め後ろに下げ、体側を伸ばします。目線は左斜め上、脇から横腹の伸びを感じましょう。血液が全身を巡っていくのを感じます。それでは反対です。今
今度は右手を左手で引っ張って、右足を斜め後ろに下げ、体側を伸ばします。目線は右斜め上、脇から横腹の伸びを感じましょう。交互に肩を入れながら手で膝を外に押すように広げます。前屈をします。上半身の力を抜いて、アキレス腱からお尻まで足の裏全体の伸びを感じます。足の指が浮かないように足の裏全体で地面をつかみます。両手を前から持ち上げて息を吸って吐きます。もう一度大きく息を吸って、吐いて、最後は両手を広げながら息を吸って胸いっぱいに吸い切ったら吐き切りましょう。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。ぜひ毎朝のルーティンに取り入れてみてください。朝のルーティンを作ることはダイエットにはもちろんなんですけども、次に何をしよう、あれをしようっていうのを毎日考えなくて済んだりとか、それによって生活リズムが整って睡眠の質が高まったり、健康にもメンタルにもいいメリットがあるので、ぜひ自分のルーティンを作ってみてください。私の朝のルーティンは、すぐに日焼け止めを塗ること、植物に水をあげるために朝ベランダに出ること、お水を飲むこと、それから日記を書いたり、考えていることをノートに書き出したり、朝ごはんを作って食べたり、そういったことを無理ない範囲で続けています。朝にルーティンができると生活リズムが整いやすくなるのを自分でもすごく実感していて、それによって何時に何を食べるとかいったことも決めやすくなって、結果としてリバウンドとかしにくくなったなっていう風にすごく自分でも思います。そんな朝ルーティンにとってもおすすめのナチュレ恵み植物生まれ、こちらはプラントベースフードというものなんですけども、エンドウ豆由来のタンパク質と食物繊維が入っているので、朝から手軽にタンパク質を摂ることができます。私のおすすめの食べ方は、黒ごまとそれからきな粉をかけて、最後蜂蜜をトッピングして食べる食べ方です。それから私は豆乳と割ってドリンクとして飲むような飲み方もお気に入りです。ぜひストレッチとともに忙しい朝でも手軽なルーティンとして、ナチュレ恵み植物生まれ試してみてください。それではこれからもちょっとずつできることを一緒に積み重ねていきましょう。また明日こちらのストレッチ動画でまたお会いできるのを楽しみにしています。バイバイ。